まあね、今日引き船からにしようかなと思ったんですけど、いい感じで、いい感じっていうかちょっと曇りすぎかな。あの曇りの日はね、なんかあの東橋から見た感じ、富永見た感じがいいって話をしたんですけれども、今日どうかなと思って引き船やめてね、こっち来ました。で、今あの交差点渡ってるところですね。で、左行ったら東橋、隅田川のこの東橋なんですけど、一回そこからね、ちょっと隅田川見てみますね。でもちょっと曇りすぎだな。もうあのスカイツリーがもうガスってて見えないですからね。すでにね、霧雨みたいなもう降ってます。どうかな、ちょっと曇りすぎかな。もう少しそのなんていうのかな、あの雲の切れ目からね、光がちょっと差してるような感じが、一番いいんですけれども、これ前回撮った、このポジションから撮ったんです。ああ、やっぱダメですね、曇りすぎ。これはちょっとあのいい感じではないですよね。残念ですね。じゃあどうしようかな。今のとこまた渡ってあっちの方行ってもね、前回は同じとこ行くことになるんで、またこっち戻って、これ北側になるんですけれども、桜橋って言ったっけ、なんか二股に分かってるような橋なんですけど、そこまでとりあえず行ってみようかな。ああ、もう完全にあれだな、スカイツリーは上の方はもうガスってて見えないですね。映ってるかな、ほらもうちょっとベタ曇りですから。今ね、セブンイレブンで傘買いました。そしたらね、雨がね、小降りになりました。せっかく買ったのに、せっかくあそこのセブンイレブンでね買ったんですけど、もうね、小降りになってきましたね。どういうことですか。これ琴取通りだからあれか、もう少し左だね。琴取通りな、琴取通りはパスやな。今こう傘差してるじゃん。傘映ってる、映ってないか。まあ多少先っちょの方入っててもしょうがないよな。こんな感じもね、見逃すとこ、この手前の鉄柱が邪魔だけど、こっからいいな。いい感じ、いい感じ。こっからは、こっからもいいな。人がいるな、やっぱり。人がいないとなんかベタっとしてる写真だよね。誰か来ないかな。ちょっと待ってみましょうか。あんまり待つのは好きじゃないんだけど、何回も言ってるけど、待って撮った写真ってあんまり結構良くないんでね、なるべくパッパッと撮りたいんですよ、私としては。うん、右と左どっち行こうかな。左、右、前から左にしよう。なんとなく右の方行ったらなんかスカイツリーの方に戻っちゃいそう。左にしよう。何回か前にね、あのピーカンに晴れた日よりもあの曇ってる日の方が好きなんですっていうふうに書いたんですけど、こういう曇りじゃないですよね。
これはもう天気雨だもんな。こういうんじゃないですよ。もう少しでそのね、雲がベタッとした雲、全体的に覆ってる雲じゃなくて、ちょっともう切れ間があるようなね、そういう曇り空がいいんですよね。日が当たるか当たんないかぐらいの感じでね。ここもいいね、鍵盤通り。こう手前のサンドイッチ、ホットドッグサンドイッチが入ったの、何屋さん、ホットドッグ屋さん、すごいいいな、ホットコ。すごいいい感じだな。季節の生ジュースって書いてあるね。角、季節の生ジュース、くるみパンって。ここなんか商店街や。あっち。何商店街？ちょっとなんか興味あるな、あっち。ちょっとあれ商店街行ってみよう。反対になるけど。何商店街？書いてある。これ向こう島5丁目。当然店はまだ全然やってないですけど、何商店街かも借りてない。鳩の町通り、鳩の町通り、どこまで行けんの。なんかそれ個人のお店ばっかり。でもなんかいろんなお店があって楽しいな。いや、ただ無理行き。自転車屋さん？自転車屋さんだよね。そうだよね。上のテントだけヘアサロンになってて。テント。自転車セント。チリンか。チリンって書いてある。なるほどね。チリンチリンのチリンだ。なんか終わりかな。通りの車通りの音がしてきた。こういう昔ながらのお店全部開いてたら楽しいやろね、小原商店街ねえ。残念だね、その営業半分以上営業してないだろうからね。これどこへ出てきたの？全然わかんないです。あ、川沿いだ。向こう島高速道路入り口。あ、なんか、あれ、向こう島の入り口か。向こう島の入り口かって言ったら、向こう島の入り口がどの辺なのかわかんないけど。どうなってんの？あ、ここも楽しいとこだな。むずいな。やめとこ。キャット&ドッグハイカフェ臨時休業だって。ああ。やっぱコロナのあれだ。こういうとこもダメなんだね。まあ、とにかく引き船の方へ行かないとね。いいっすね、この鳩の町通り。やっぱり丁寧に
こうやって歩いてるとこういういいとこに出会えますよね。ここ渡って多分あの正面に見えてるマンションが引き船なんだよな。マンションあったもんね、高層マンション。建物がな、東向島2丁目ね。これ駅前ね。すげえ駅前だな。もうちょっと北寄り行ってみる。こっちは行き、その先行き止まりとか書いてある。行けねえんだ。右は駅行く。あ、でも人を歩いてるやんね。この細いとこから人が出てくるんだな。こっからうん、飲み屋街だ。ここもみんな臨時休業だね、今月いっぱいね。みんな休業や、個人のお店。ここも当面の間休業って書いてある。寂しい限りですね、うん、こっちが京成線なんですね、確か。でさっきのとこが東武線、東武線とあの、あ、そうそう、東武線だな、うん、そうだね、スカイツリーラインと亀戸線の駅。こっちが京成曳舟駅。ここが面白いな。そう、この頃ね、シャッターの調子が悪くってとっさに押せないんですよね、シャッターが。おばあちゃん危ないな、渡らん方がええで。ああいう年寄りが危ないんだよな、無理して渡るから。先を急いでるのは分かるけど、追い先短いからね失礼だけど、失礼な感じだけど、そうじゃないだろうけど。でもな、危ないもんは危ないもんな。これ何交差点やろ。京島一丁目。何通り？何通りなんやろ。四つ目通りでええのかな。これちょっとあっち左側気になるのか、左側行こう。やっぱ四つ目通りか。もう完全にツリー見えないね、上の方ね。曇ってて。まだ追い先長いから、信号守ろう。あっち四つ目通りで書いてあるな。取っときたかったな、あれ。信号を守ろう言うてここで渡ってたらあれやもん。でも渡ろう取っとかんと分かんなくなる。でなおかつまた U ターンしよう。そこのその先が明治通りのその手前が気になる。この明治のところがすげえ気になるんだけど、
と京島三丁目。でこれ明治通り、明治通り出てもな、明治通りはええわ、セブンイレブン。でこっちからさっきの道戻れそうなんで戻ろう。これなんかちょっとした商店街やな。違うか。ここもええな、うん、こっから見た感じだよな。車が結構踏んだな。U ターンかい。 U ターンしてきやがった。してきやがったって言い方だよな。してきはったりしてる。 U ターンしてきはった。それは俺はいかんのよな、こんなところで写真撮ってる。あ、そうだ。ここいいね。やっぱり左側に人が欲しいんだね。今みたいにね。まあ、全然消えへんってことはまあ大したことないか。それとももうすでに取れたか。どっちかやね。誰も来そうにないもんね。全然ね、店もやってないから。気になるな。危ないな、車来た。こういう取り方してはいかんよね。車道入れてね。でもね、取らずにいられないんですよ。今車道から取ってたんですよね。車来たから急いで逃げたけど。でもいいとこ見つけるとね、ポンと入ってくるとこ見つけるとね、我慢できない。ここいいんだよな。すごい。ここは京島2丁目。もう十分か。もう十分かもね。もう一回取っとこう。もういいか。もういい加減、誰かに注意されそうですね。やめとこう。